はい、同人生活です。ということで、前回詰まったこのネズミパズル、もう一回やっていきましょう。とりあえずこれだろ？全然わかんねえな。尻尾の方でしょ？なんか全くよくわかんないな。これでしょ？なんかワープしてる。さっきと違う場所に出てない？これ。ちょっと待って。同じ風にやったと思うんだけど。ここ入るでしょ？ここ入るでしょ？あ、変わってない。ここ入るとここに出てくると。ああ、でも一応あるのかな、そういうのが。じゃあとりあえずここもカットかな。ちょっといろいろ法則を調べてみたいと思います。あ、行った。やーべえ、超嬉しいんですけど。マジ？超むずいじゃんこれ。あ、セーブしよう。速攻セーブだよこんなの。あ、ビデオがまた2本あるな。すげえ、サンドイッチの家だ。サンドイッチな、そういえば最近食べてないな。食べたいサンドイッチ。幅な、全然進んでないけど、あの程度じゃ進んだことには入れませんっていうことが。これはこれなんか、あ、これこっちに持ってくのか。多分なんかここに、ああ違う違う違う、なんかさ映せそうじゃないこれ。あ、違う違う違う、え、持ってっちゃう？嘘、持ってっちゃう。なんか絶対映すでしょこれ。は？ちょっと持ってって、もそっちに戻して戻して。嘘。ああ、そこにはめると。あ、なんだよこれ。まあでも多分これはどっか持ってくんでしょう。確かね、あのネズミを、前々回ぐらいネズミをワープさせた変なチューブの中に入れるもんだった気がするんだよなこれ。ここ、あ、違う違う違う、持ってって、それも、違う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 、ちゃうんだって。そういうことしてほしいんじゃないでしょ、俺。こっちこっち。ちゃんとね、この機械を押さないと。よし、わあ、違う違う違う、行き過ぎ行き過ぎ。行き過ぎ。あー、違う。これまたさ、最初の部屋戻るってやつじゃない？ちょっとじゃあロードしよう。二つ。どんどんビデオが揃っていくね。おお、あと三つ。うわー、なんてこった。なんてこった。あるわ。
違うって。そっちでも一回そっち持ってかないともうダメか。これをこっち、そう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 。なんだよこれ。で、こう、よし、それで多分運んでくれるはず。オッケー。やっとこっからおさらばできるぜ。はい、ということでやっとこの家を出ましたけども、出たらあのピンクの家か、ピンクっていうか水玉模様っていうの。あ、なんかこれ嫌な予感するな。まあでも入んないと進めないから入りましょうか。行くぜ。大丈夫ですか皆さん、嫌な予感しません？まあね、そういう嫌な予感はね、みんなしたと思いますけど、これ先に進むのか。周りには何もないかな。何もなさそうだね。あれ？え？あれだけ？あれだけのために矢印を用意したの。あ、何これ。うわぁ、穴に落ちる。誰？誰こいつは。こいつは一体誰やねん。ロード長。お、ビデオ。あとビデオ2本か。そして見つけた。ついに見つけたよ、新しいコードを。よし、メモった。いけるぜ。いや、そんなことせんでええから。もう冷静に、そんなことせんでええから。うわー、なんか増えてる。これはもう行って、これできたんだっけ。もうマークの意味がわからん。さて、これでどこへ行くんだ。 Now loading。 ここか。てか、あのスロットカーもまた乗んなきゃいけないんだよな。あスロットカーもまた乗んなきゃいけないから、クレイマン上だよって言われたね。お前上だよって言われたけど、上を向く術がないんです。これなんだったっけ。ポチッ。さっきのやつか。何個あったっけ。マジそういうことしちゃう。え、2個ぐらいだっけこれ。これがね、意外とあったんだよな。これ多分ね、偶数以外はないはずだから。これいくつだっけな。どれぐらいあった。4つ。4つか6つだ。4つか6つ。この変なじいさんみたいなのいくつあったかな。
G さんは2つか？こんな感じ？あ、違う。シャットアウトされた。シャットアウトされたよ。マジっすか。これ見てこないといけない感じですか？本当に？これが2じゃなかったのかな。でもこれあんまり見なかった気がするんだよな。これは多分2だったな。こっちか。これが6かな。全然思い出せないけど。あ、これ3とかなってんじゃん。2だよ、2。ちゃうわ。結局のところ違いますっていう話なんですけど。じゃあ、でも王様のはそんな見た覚えないから、違うな。素直に見に戻りますか。あ、もういいよ。 もういいよ、かわいそうだからやめてあげて。王様ともじゃもじゃと、あれ、これ奥進める？ああ、もうごめんって、上向けないんだって。これなんか緑のスロットカーも新しい道を得てしまったような気がするな、これ。ほら。 緑のスロット、あー、でも赤いやつでここまで来れんのかな。さっきんところどこだっけ？なんか変なところ増えてる。ちょっとここ行ってみるか。うわぁ。ここか。これはここか。じゃあ多分ここだな。うわ、はい、ということで戻ってまいりました。じゃあね、とりあえずここを解いて、解くっていうかもう答え知っちゃったから、解くとかそういうレベルでもないけど、8だったのな。これおかしいやろ。 これ絶対おかしいって、このサイコロ。よし、いけた。オッケー。ジャイロが好きそうなクマちゃんや。以上かな。ごめん、わからんわ。見えません。じゃあテレポーターに乗る、乗って戻って終わりにしようかな、今日は。戻る先は、どれかな。これじゃないし、これでもないし、これでもないから、これか。多分これで合ってるはず。はい、ということで、ここでセーブをして、セーブをして、終わりにしたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃ、またな。